おはようございます。ラジオでやってもいいのかな、どうなんだろう。おはようございます、皆様。よいしょ。おはようございます。朝をラジオでやるのってめちゃくちゃ久しぶりな気がする。占いやってれば大丈夫かな。いやちょっと、あまりにも目が晴れてる。ちょっと目だけ映そう。これちょっと映すの恥ずかしいからさ、ちょっとやめちゃったんだよね。ほらパンパンです。こっちも、こっちはなんでパンパンなのか知らないんだけど、すごい目が、目だけにする。ちょっと目パンパンなんですよな。そのなんかこっちはなんか物もらいみたいのがここにできちゃってて赤くなっちゃったんだけど、ボコって。右はなんかわかんないけど、なんかこっちに引っ張られたんかなって。すごくメイクアップ、なんかここまでだったらいける気がして。ちょ、こっち痛いな、目ちょっと見づらいです。この目が今日ちょっとイベントがあるので、このままちょっと早く乗ってくんないかなと思いながらいます。今日すごい目生えてんだけど、なんかさ段みたいになってる。こっちボコって、こっちはこの丸い子がポンって。え、病院行くの、どうしよう、行った方がいいのこれ。すぐ治りそうな気もするっちゃするからな。あ、ねえ、だって確かに目怖いね。確かに。でも今日行けないな、ショールームイベント。明日本当にやばかったら行くとか、どっちがいいんだろう。あ、確かに市販見よう。それはありだ。そうですね、確かに。たけちゃん、こんにちは。まあこんな感じでね、カジの目がパンパンな日もあるっていう、そういうショールームですけど、黒目大きくない私、いつもちっちゃいのに。今日大きい。猫か、猫なのか。すぐパンパンだな、目が。メガパンチ。最近そんなこともなかった。確かにあんまりね、顔系で、まあ、ニキビがすごかった時やったけど、ちょっと前に。目に来ることもなかなかね、珍しい。まあたまに私はあるんだけどさ、そうそう、目に。でもこの間右だったのに次左だ。あ、なるほど、黒目が大きいんじゃなくて白目の部分が小さくなってる。なるほどね、確かにそれはあるかもしれない。じゃあちょっと薬見てこようか。今日早起きしてさ、まあちょっと目がね心配だったから、まあ腫れてたらちょっとマッサージしなきゃなみたいな、それくらいの気持ちで割と早く起きたんですけど、あ、これどうにもならないってこうやって笑っただけよくない、ボンボンって感じ。目を開いてくれ。ダメか、パンパンやの、まあ、しょうがない感じです。
今日は皆さんの質問に答えていきたいと思います。何か皆さんが聞きたいこととかがあれば、コメント欄に今日は何だろう、来ているものをお話しできればなって思っております。まあでも家賃にへの質問ってちょっと割とこう急にわって言われると難しかったりするかもしれないですよね。すごい本当はこれ気になる、すごい、でもね、タイムリーのお話だからいい。傘はビニール傘ですか、ちゃんとした傘ですか。ビニール傘です。そして置いてきました、昨日どっかに。どこ行っちゃった、最悪です。買ってもさ、私どこまでも置いてきちゃうんですよ。もう最悪です。買ったばっかりだったら、やだった、泣きそうです。ちょっと傘買いに行きますけど、雨降るのね。 OK。 クマニキの今後、あ、そうですね、クマニデパーツさんとの、グループクマニキのなんかイベントが全体的にもう一段落してしまった感じがありますけども、うん、次はなんかこう夏のフェスとか、まあ次はいつでもやりたいんだよ本当は。でもちょっと分かんないから、まだやれる時楽しみにして、夏になんかこうね、この曲できたりとかさ、なんかコラボ企画ができたりとかで、できたらいいよねってすごい思います。クマニキちゃんとはまだまだ私たちと一緒にたくさんこうライブができたらめちゃくちゃ嬉しいなーなんて思っちゃいますね。クマニちゃんたちの仲良しエピソード、あー、なんかもう衣装交換をね、今回させていただいたんですけど、もう全然違う子とかに話しかけちゃうのよ、衣装が違うから。誰だっけ、誰かが誰かに、いや本当に違う子に見えちゃう、うんよ、誰か誰か全く分かんなかった。だけどそれもそれでみんなでワイワイ騒いでました。あー間違えたとか言いながら、そうそうそう、面白かった。いくつになったら、あったっち今日の役のポイント、あー今日はどれを着ていこうか大体決めてるんですけど、お洋服のポイントはトップスがビスチェ、かわいいんだ、それ見てください。あ、ま今日目は見ないように気をつけてね。ピエン、いい方にすれば忘れにくく、あ、そう、私それやったよ、やったらね、やっぱ同じようになくなった、かわいい傘だったのにな。晴れたら絶対忘れる、で忘れるよね、その傘って駅にいっぱいあるわけでしょ、なんか一本駅にくれないかな、駅で目かゆい、どうしよう、これやっぱかゆいのかな、私それあると思う。夏はスマイルガーデンやりたいな、あのスマイルガーデンでクマリキの続編って定期的にやらんなって、やりたいね、本当にやりたい。私も横張りでパフォーマンス、うわーしたいな。去年はなんか争奪戦っていうのかな、参加させていただいてありがたいことに1位を取ることができて、あのね、横浜アリーナのステージに立ってたんですけど、今年も出れるかどうかはまだ全然分かってなくて、そうだね、
一番嬉しいのはタイムスケジュールに私たちの名前が入っていることですかね。頑張ります。愛を込めて花束を嬉しい、ありがとう、ちゃんと寝れました、本命チョコは誰ですか、誰っていうのが正解なの、これは。今日イベントで渡すチョコです。目かいちゃんの目でかゆい、かゆいよ、目かゆい、パンパンだ、目本当にパンパン、花粉症ではあるかな、やっぱり血液型検査では花粉症が、アレルギー反応が、マックスまで出たんだけど、目は痒くない、あんまり。鼻水がちょっと出るかな、これ。コロナね、早く乗り越えられればいいんだけど、オリンピックとかもあるから怖いよね、どうなっちゃうかな。今年もアットジャム争奪戦、いや本当に読む、大抵に入ってなかったら入れたいな、また。負けたくないな。5月のアットジャムって最初から大抵になってること確信、うまくいきますように、みんなの彼女。正解？よかった。おはかち、今日は女子と飲み会どうにかして抜け出すミッション、そういうのがあるのか。飲み会ってどんな感じなんだろう、気になる。パパの可愛い娘、パパって名前だからね。そうや、どういう感じなんだろう飲み会って。飲み会、お仕事してる時飲み会とかあるじゃないですか、きっと。それってどんな話するんですか。オリンピックといえばおもてなしたい、そうそうそう、そうなんだよ、おもてなしたい、結構頑張ってきたから、できれば中止にならないでほしいな。パン屋さん、りょうくん、ありがとう。不意にオタク活動のことを聞かれる、嘘、そうなの、あ、それ言ってるのか、まあ、言ってるのかっていうのはあれだけど、聞いてくれるのですごい嬉しいな、優しい方なのかね、上司、上司さん。昔はよく上司に飲まされた、ね、あとは愚痴、飲まされるんだ、あとは愚痴、愚痴とかあるんだね、いやーそうなのね。会社の人にアイドル好きなことバレてる、そう、なんか、でもなんか楽しそう、飲み会って。仕事とカレーとアイドル、あら、カレーもアイドルもすごい、割と自由に何でも喋っていいんだね、飲み会って。そうなのね。なんかこの間オタクに恋は難しいっていう映画の実写見に行ったんですけど、あい、オタクを隠していこうみたいな感じだったんでね、タクって隠さなくてよくないっていう。だってさ、私基本的にオタクだもん、私隠しきれない、隠さなくてよくない、私も割と隠さないで生きてきた人だからね、友達とかにも、まあここでも隠すものなんて何もないっていう、そういう気分だからね。パンパンがすごいだるまくん、ありがとうございます。目が痛い、あ、痛い、痛い。昔の仕事彼氏とおしめのライブイベントの日合わせ休みでくれたけど、あれ、その人ちょっと天才だったのに、そっかそっか、
全く隠さないといけなかったスライドって。そっか、今は割とラフなのか。今ほとんどお仕事できないって。そっか、その方はめちゃくちゃ強かったのか、パパ上司。あ、だから隠した方が楽な距離感の人には隠す。今の上司は理解タイプ、理解のあるタイプ。あ、そう、なんか私は高校とかもずっと言ってた、いろんな人に。チーム内で目線を取りやすくするよ。すごいな。あ、理解のある人は全部やめてしまった。わあ、それは不運度、不運度す、つらいな。いた人がっていうのって、ね、いないでさ、とまださ、あ、そこ頑張らなきゃなるけど、いた人がいなくなっちゃったってしんどいね。あの人がいればってなっちゃうから。今日は上司が早く帰れって言ったからバレンタイン行きますって。バレンタインだからかな。有給5日間取らないといけない法律。バスの運転手で乗り休みもらえなかった。そうか、バス運転してるのか。アポカニキのバスツアーのバスの運転をしてくれ。それ違う。そうじゃない、そうじゃないのか。辛いな、土日休みもらえ、まあ、平日にポンって休みが来る感じなのかな。食べたからの件が報告されるのが謎の乗りがだって。なんかいいところだもん。みんな経費がカツカツだから。あ、そういうことだな、今日は。バレンタインデーだから大切な人に会ってきなさい、そういうことだ。休み取ろうとするとあと大変だから取れてない。うわー、そっかそっか。オタクがリーダーだから働き方改革の進み方がすごいだって。うわお。すごいな。でもリーダーとかね、大変だよね絶対ね。いろんなお仕事があるな、こうやって、ね、コメント欄見ててもね。私はスーパーでアルバイトしかしたことがないので、スーパーの方々のは結構割と見てるんだけど。そうね、スーパーの働いてる時にパートの方々の中で、なんだっけ、タバコ組っていうのがあったみたいです。すごくないですか？タバコを吸う方々の3、4人の方、すごい仲が良いみたいな。うわー、すごいって。私何組？私バイト組。バイト2人？ 2 人しかいなかったから。そう、めちゃくちゃ、そう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 、じゃあ普通にバイト知ってましたから。カジタドルにパレジョが人気でいつも大行列。いや、そうですよ。いや、大行列はちょっと嘘だけど、いつも私のレジに並んでくれる人っていうのはいたの。そう、でも2番レジが多かったです。2と3の時代、3もずっと長かったね。レジャー得意？いやー、どうかな。ピッピッってやるのは割と早いんだけど、なんだろう、こう袋に詰めてとか言われるとあんまり上手じゃないかなって。そうっていうのはあったかな。うん、あとはちょっとね、お金の計算で間違えないように頑張っていたけど、たまに間違えちゃったりするからさ。ということで、ちょっと勝島の 目がなんとかしないとっていう感じなので、今日はちょっと一回ここで止めようと思います。で、何時から再開しよっかな。とりあえず薬局に行ってこようと思う。
11時半とかでしょうか。11時半とかだったらいいんじゃない。そうだね。11時半からやりますので、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。ちょっとだけ早いけど、薬局行ってちょっとマッサージして復活してることを願っていてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、ということで、ちょっと大変ですけど、お手洗い拝借、せーの、以上です。ありがとうございました。ありがとう。